皆様おはようございます。1月の16日午前10時42分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日第1部のね、日曜日の第1部の配信を行っていきたいと思いますけれども、皆様いかがお過ごしでございましょうか。昨日は、ちょっと津波の方がね、心配な地域もあったんでございましょうかね。大丈夫でございましょうかね。そこら辺がね、私心配で、あったビットマン TV でございますけれども、噴火が原因だったんでございましょうかね。ちょっと昨日はね、夜に、私とメンタルマネージャー、そして、筋肉マンも来ました。そしてマイネームのお二人とね、一緒にご飯を食べに行ったわけでございますけれども、その時にね、こういろいろまあなっていたということで、ちょっと心配なビットマン TV でございました。まあその飲みに行った時のね話は今日の先ほど先に言っておきましょう。ごめんなさいね。今日の第2部はあちらオールナイトビットマンを、メンタルマネージャーは今日も我が家ビットマン TV 宅にいますので、オールナイトビットマンでね、一応どういった話をしたのかっていうのを皆様にね、お届けしていきたいなというふうに思っている次第でございますので、ここはね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、今日もね、また、あちらでございますよ。メンタルマネージャーが先ほど言いましたように、自宅にいるのでね、まあ、お家かな、で、ご飯を食べようかなというふうに思っている次第でございますけども、またまたね、お酒を飲みまくるということでね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、昨日はね、第2部の配信で、あちらでございますよ。酒屋の今井さんでございましたかね。あちら、で、オリジナルのシャンパンが、ある。まあ、ちょっとごめんなさいね。こちら、ツイッターを開いていきましょうかね。昨日サムネにも載せておりました。酒屋の今井さんでございますね。こちらが、出しているオリジナルのね、シャンパン、このね、ご案内をさせていただきましたので、もしねまだ見てらっしゃらない方がいるんであれば、ぜひともぜひともテレフォンショッピング見てみてください。よろしくお願いいたします。はい、再生回数がね、なかなかこうねついていないような形になっておりますので、ぜひともね、一回見ていただけたら本当によう喋るおっさんやなというふうに認識していただけるかなと思いますので、こちらをねよろしくお願いいたします。私も先ほど朝ね自分で、撮ったものを聞いていたわけでございますけれども、まあ面白いですね。ごめんなさいね、自分で言うなと思う方がいるかもしれませんけど、まあね、面白いように仕上がっておりましたので、ぜひともね、ここは要チェックで、酒屋の今井さん、北海道を牛耳る酒屋さんでございますので、ぜひともぜひともこちらが、オリジナルのシャンパンを出しておりますので、あとはカシューナッツね、渋皮付きのカシューナッツ、こちらもご案内しておりますので、ぜひともね、見ていただいて、注文をしていただいて、飲んでいただいて、皆様幸せになっていただいてということで、よろしくお願いいたします。はい。で、行きましょう、行きましょう。今日の内容なんでございますけれども、まずは重要ニュースがお一つ、ございます。まあ、日曜日だからね、あんまり入ってきていないような状況になっておりますので、ここはよろしくお願いしますよ。そしてチャート分析がビットコイン、イーサリアム、あとはバットですね。バット、バット。そして、カイバーネットワークでしたかね。KNC、はい。そして最後締めくるのはアトムで行ってみたいと思いますので、皆様日曜日のビットマン TV 第1部の配信、ぜひとも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 楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッグアウト。お願いいたします。お願いいたします。はい。行きます。行っちゃいます。今日の第2部でね、第2部じゃ、あちら、オールナイトビットマンで、昨日のね、どういった話をいろいろしたのかっていうのを皆様にね、お届けしていきますので、ここはね、よろしくお願いいたしますよ。で、行きましょう、行きましょう。今日の内容はまず、こちら。はい、重要です。お一つだけですね。行きまーす。企業投資家は、いいですか ?2022 年に暗号資産導入を強めるというふうに JP モルガンがね、まあ、レポートで上げているんでございましょう。行きますよ。暗号資産市場と、その業界関係者は、2022年、投資家や企業によるね、暗号資産導入の広がりに備えるべきであろうと。で、アメリカの最大手、JP モルガン・チェースで、はい、株式リサーチアナリストを務める、ケネス・ワージントン氏は7日、はい、顧客向けのリサーチノートで述べたということですね。で、2022年は、ブロックチェーンのね、橋渡しの1年、まあ、複数のブロックチェーンによる相互運用性が進むと、または、トークン化金融の1年となるポテンシャルが高いというふうに、ワージントン氏は、同リサーチノートで指摘をしていますということですね。で、暗号資産市場において最大規模を誇る、ビットコインにおいては、近代的なね、価値の保存を実現する上で、巧みな設計がね、施されておりまして、はい、ビットコインの価値に対する信頼性の向上にね、寄与していると、JP モルガンが説明をしていますと。で、一方、金などのね、他の価値の保存手段に比べると、ビットコインの誕生から今までの歴史はね、依然として短いものだというふうに同レポートは述べていますよということですね。で、行きましょうか。また、ビットコインの強いね、ボラティリティ、まあ価格変動は、ビットコインがね、最良の通貨となる可能性を弱め、
うん、後払い決済などにおいては、交換手段としての通貨の機能を弱体化させうるというふうに、まあ、レポートでは述べているということですね。で、ワージントン氏は暗号資産取引サービスを手掛ける、アメリカのコインベースの株式に対して同社がね、今後の暗号資産業界における成長の受益者となるとして、買い、まあ、いわゆる買いのね、格付けを維持していると、とにかく買いだというふうにね、まあ、維持しているということでございますね。で、アメリカの投資銀行のゴールドマンサックスは今月、ビットコインが仮にね、今後5年間で価値保存の機能を持つ資産クラスにおいて、まあ、50%、5割を超えるシェアを実現すれば、ビットコインの、価格、今がなんか 10%、20% ぐらいって言ってましたかね。なんか 20% ぐらいっていうふうに言ってたと思います。で、これが5割を超えると、ビットコインの価格はね、10万ドルを超える可能性があり、その場合、複合年間収益は17から18% となると、顧客向けのレポートで述べておりますよ、ということですね。だから、まあこういったね、もう大手の金融機関がね、まあこのビットコイン、まあやっぱ、あちらでございますよ。まあ需要がね、大きくなるでしょう、ということで、まあ金額がね、やっぱり10万ドルを超えていくんじゃないかというふうな予想出しているところもね結構ございますので、やっぱりここはね、今年1年、まあこれ前も言いましたけれども、今年1年本当に10万ドルという、まあいわゆる史上最高値をねつけてくるような流れが来るんであれば、今までのあちら半減期サイクルが崩れるような形になりますので、これは本当にね見物でございますよ、見物、ですから今までだったらね、半減期が終わった後の1年半、まあ半年は何もなくて、その後1年間が、この半減期のね、まあ特殊的なものを受けられるみたいな形にはなっていたわけでございますけれども、それがだから去年いっぱいで終わりということだったんです、本来であれば。で、今年とか来年はね、だから次の半減期まではまたこうね、金額の上昇がなりをまあ潜めるみたいな形にはまあなるっていうのが今までの流れだったんでございますけれども、これがねサイクルとして崩れてきたら、あ、やっぱり、ニュースにも上がってきますし、いよいよ半減期サイクル終了かみたいな形になってね、より一層ねこう人々が集まってくるような、業界にはなってくるんじゃないかなというふうに思いますので、そこに対する期待感をね、持っていきたいところでございます。はい、それでは行きましょう行きましょう。本日の重要ニュースはこちら一つで以上となります。そして行きますよ、本日のチャートメッセージ、パパプーパパプーパパプーパワーや、お願いいたします、お願いいたします、いきます、いっちゃいます。まずはお一つ目、こちらポチッとな、43,000ドル、一応回復はしてきましたね、一応回復はしてきました、いきますよ、ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が 43,092ドル付近をね推移しているような形になっております。で、まあ依然としてね、やっぱりこの長いね、下の右上がりの黒いライン、長期のサポートラインでございますね、まあトレンドのサポートラインでございます、はい、上昇トレンドでございますね、サポートラインと、あとはね、ちょっと短い時間軸に置ける三尊、はい、三尊のいわゆるネックラインですよね、この間で依然として億劫な状況が今ずっと続いているような状況にはなっております。 OK でございましょうか。で、昨日1日はね、まあ見ていただいたら分かるように、まあコマーシをねプリプリとつけておりますので、もう市場がね本当にもう悩みまくっていると、もうどっちに行かせるんだいということになっておりますから、やっぱりこれは前々から皆様に言っておりますけれども、大きな動きが出てからね、まあアクションを起こしていってもいいんじゃないかなと、特に FX 関係、短期でね勝負をしていく方に対しては、それが一つ思っているところ、まあ堅相場ですよね。で、あと一つは、やっぱり長期保有目的でね、話を進めていきたいなというふうに思っている方がいるんであれば、まあ、なるべく早い段階で、購入ね、しておくのがいいんじゃないかなというふうには思っておりますので、ここはね、よろしくお願いいたします。で、動きがじゃあ出てきた場合、やっぱりこのね、三尊のネックライン、はい、このネックラインを上にブレイクしてきたらね、あらかた強い動きが、出てくるんじゃないかと、で、どこら辺ぐらいまで上がってこれるのかという話でございますけれども、もうね、ほぼほぼ邪魔になるようなものがないので、やっぱりここを上にブレイクぶっとね、していった場合、いいですか？ブレイクしていった場合、ごめんなさい、日足も見ましょうかね。大丈夫ですね。ブレイクしていったならば、いいですか？ 45,500 ドル、ここです、ここ、はい、このね、やっぱりこう一旦グレーと大幅下落を起こしてきてからのレンジ相場を、まあ 45,500 ドルっていうのは今目視で見た限りでも 1,2,3,4,5 回ぐらいね、やっぱりサポートとして、機能はしておりますから、まあ 45,600から700ドルぐらいですか、今のこのラインをこうね点々線で引いた限りでは 45,600から700ドルぐらいまでの上昇はね、グリッと見ていけるんじゃないかなということで、ここは意識をしておいてください。 OK でございますか。ですから、このね、三層のネックラインを上にブレイク、つまり4万、今だったら 44,200から300ドルぐらいを超えていければね、45,600ドルぐらいまでは、ガリッと力強く上がってこれるんじゃないかなというところで、そこはロングインのチャンスとして捉えておきましょう。ここをブレイクしていってからの、まあ4時間足レベルでね、ローソク足を確定していたらロングインをして 45,500から600ドルを狙っていくみたいな形でね、仕上げていくのがベスト。で、もう一箇所はやっぱり落ちてきた場合の、いいですか、この、長いね時間軸で作られている上昇トレンドのいわゆる押し目買い、まあサポートラインですよね。このライン上での、まあ買いはね、まあ推奨でございましたから、まあでも何回も何回もね、こうテストしすぎるとね、
ちょっと割れ込むっていう危険性があるので、ちょっと次に下を試すときは、ちょっと玉量はね、もし反発狙いで行くんであればですよ。まあ私自身も、玉量はね、まあ入っていくんだから落としていこうかなと。うん、やっぱり、何回も何回も下テストをしすぎるとね、やっぱりこう、嫌気がさして、もう、いよいよ割れ込んでズバッと落ちてくる可能性がありますから、ちょっとそこはね、注意をしておきたい。で、もし割れ込んだ場合、どこまで下がってくるのかっていうのは、週足の雲の形です。ここが、いわゆるね、最終防衛ライン的には効いてくるかなと思いますので、ここでの反発狙いはありでしょう。ですから、もしね、まあ、ここで握りたくないよという風に、方がいるんであれば、うん、だから、もう4万ドル前半、4万500ドルとかね、そこら辺付近が、おそらく値打ちにはなってくると思いますから、そうですよね。4万400から4万500ドル付近。うん。だからそこで、何回も何回もね、冷やしレベルで、そこを試してきているので、次こそ割れそうという風に、ちょっと危険をね、感じている方がいるんであれば、そこでの反発狙いのロングインは、いわゆる差し値を外して、3万7000ドルで、私も一応、3万7000ドルでは差し値を置いております。うん。3万7000ドルで差し値を置いて、反発を狙っていくみたいな形で見ておいてもいいんじゃないかなというふうには思っております。ただ、一発目を取っていくっていうのが重要でございますので、反発してきたら、まあこのね、右上がりのトレンドの裏タッチ、つまり4万、まあ4万ドルって言ってきましょうかね。4万ドルでの、きちんとした利確っていうのは必要でございますから、うまくいけば1万円あたり3000ドルぐらいの利益が取れていけるようなね、流れになるかもしれませんので、ここは期待をしておきましょう。うん、で、さらにね、この週足の下探知、つまり3万7000を割れ込んでしまうと、ちょっともういよいよね、相場が、下落の方にかなり傾いてきますから、もうかなりまずいようなね、まずい状態になってくるでしょうから、そこは意識をしておいてください。もし3万7000割れ込んでしまうと、おそらく3万ドルテストしに来るんじゃないかなと思いますので、ここはね、さらに意識をしておきましょう。よろしくお願いいたします。ですから、今のね、この状況であれば、なかなかね、入りにくいと思います。やっぱりこうね、挟まれまくっているので。ですから、上にブレイクしていくか、逆に下に落ちてきてからの反発狙い、4万ドル、ないしは3万7000ドルの反発狙いでいくか、どっちかがね、いいかなというふうに思っておりますので、ここはよろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。次はこちら行きます。行っちゃいます。ビットコインがキングなら、イーサリアマクイーンでございます。今お願いいたします。お願いいたします。行きまーす。行っちゃいまーす。はーい、イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が3327ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、この通貨に関しましても、まあビットコインとね、ほぼほぼ一緒なわけでございますよ、皆様。うん、長いね、時間軸で、のサポート、まあいわゆるね、上昇のトレンドをね、ずーっとまあ描いていて、その上をまあ推移していると。で、押し目買いのチャンスね、じゃあここですね。もう何遍も言いますけれども、これ同じこと何遍も言いますけど、これはやっぱり重要なことですから、OK でございましょうか。うん。押し目買いのチャンスネイチは2600から2700ドル付近。うん。だからまあ、2700ドルぐらいでね、あちらでございますよ。あちら、分割エント、まあ、エントリーのね、差し値をごめんなさい、差し値です。差し値をね、置いておけば、うまい具合に刺さっていって、ここまで落ちてきたならば反発がね、狙っていけるんじゃないかなというところで、ここは意識をしておいてください。よろしくお願いします。もし、下に割れ込んでしまうようなことがあれば、もし下に割れ込むようなことがあれば、これはずーっとね、1700ドル付近まで落ちてくる可能性が高いですから、いいですか？フルブチ君は一応やめておいた方がいいかなと。うん。やっぱり分割で、行く。まあ、ある程度でも玉は厚めにしておいてもいいでしょうと。で、割れ込んだ時のことを想定して、まあ、1700ドルぐらいで、分割でもう一回入れていく。入れていけるぐらいの余力はやっぱり残しておくべきかなというふうに思っておりますよ。特に長期保有目的の方はですね。で、短期 FX の方々はやっぱ落ちてきた時の反発狙いでここで入れていくのはいいんですけど、まあ割れ込んだらね、基本的には損切りをやっぱしていった方がいいかなという感じ。うん。間にサポートとなり得そうな、ちょっとラインがあまり見当たらないので、やっぱり1700ドルぐらいまでの、落ちはもうこれは覚悟しておいた方がいいかな。やっぱりここのね、わかりますよね。9月の半ばあたりにつけてきたこの史上最高値を狙っていった時の最後のまあいわゆる押しですよね。ここの金額がちょうど2600ドル付近なんですよ。ですから、ここを割れ込んでしまわないように、まあ、いわゆる頑張って、支えていた勢がいっぱいいたんですけど、いよいよこれ割れ込んでしまうとね、割れ込んでしまうと、いよいよもうダメかと言って、ずらっと多分ね、売りがもう売りを呼んで、もう大暴落をね、起こしてくる可能性がありますから、それこそ、1000ドル幅ぐらいで落ちてくる可能性が、イーサリアム自体がね、ありますので、ここは本当にね、注意をしておきましょうということで、よろしくお願いいたします。OK でございましょうか。まあ、それぐらいでございましょうかね。うん。あまり間にサポートとなり得るところがないので、ズル落ちをね、してくる可能性がありますよってのは意識をしておいてください。ですから短期並びに FX 勢は割れ込んだらもう損切り。まあ、もうちょっと例えば余力を持たしてね、今の金額が2600、だから2600ドルを明確に実践と下に割れ込んだら、もうずるっといく可能性がありますので、4時間足ぐらいを、レベルを見ていただいて、2600を割れ込んでいる状態で、まあ、もう割れ込むぞという風な状況になってしまったらもう損切りをね、していくのがベストでございますから、ここはね、よろしくお願いいたします。やっぱり、下に落ちてきた時に、こうね、損切りができなくて、ずる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 、やっぱりこう、損失を大きく広げて抱えてしまうよりもね、一回パーンと切ってリセットしてから、もう一回、入り直す、いわゆる、まあ、エントリーするね、値打ちっていうのを探っていけばいいだけの話ですから、OK ですか。別に、損切りって負けじゃないんですよ、負けじゃない。次の戦いに備えているっていうことですから、OK ですか。だから、これ前も言いましたけれども、まあ、
あれですよね。まあ、現物もそうですし、FX もそうですけれども、本当に、うん。まあ、例えば3歩進んでね、まあ、本当に2歩下がるとか。で、またまた1歩進んで、次また2歩進んで、また1歩下がっていくみたいな形で、徐々に徐々に前に進んでいく。だから、10割勝率の方なんておそらくいないと思いますので、うん。だけれども、損失をね、なるべく最小限に、まあ、できる限り抑えて、利益をね、大きく取っていく。っていう形でね、していくのがやっぱり理想形でございましょうから、やっぱそこに関するね、ちゃんと、利確、並びに損切りというのは、しっかりね、まあ、設定、をしておきましょうということで、よろしくお願いいたします。で、あとは今下のに行く話ばかりしていますけれども、ビットコインのね、調子が良くなってくれば、うん、だから$44,200〜$300ぐらいをぐっと力強くね、超えていければ$45,500ぐらいまではぐりっと上がってこれるんじゃないかなと思いますので、そういう基調になってきていたら、いわゆるね、イーサリアムもおそらく、この高値を結んだラインにチャレンジをね、してきているような流れにはなってきているんじゃないかなと思いますので、もうおすすめはね、この高値を結んだラインを超えていってから、うん、つまりもう青いラインですよ。この$3,924っていうのがありますよね。これはやっぱり、サポートとして結構効きまくっていたので、この青いラインを超えていってからね、短期並びに FX 勢はもう一箇所勝負をしていってもいいんじゃないかなというふうな値位置になりますので、ここ、ないしはここですね、を意識しておくようによろしくお願いします。そういった観点で見るならば、今はまだね、どっちにまた動くかわからないでしょうから、まあ、剣相場でね、いいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いします。無理なね、ポジ取りをしてしまうと、それこそね、例えば無理なポジ取りをして勝てたとしても、それは結構運の要素が強いと思うんですよ。うん、だから、勝てる確率がやっぱり高いところでね、ある程度、うん、やっぱ入っていかないといけないかなというふうに思いますので、まあ、我慢。まあ、相場は我慢でございますから、まあ、我慢をね、していって、入れるタイミングが来た時に、ガチッと勝負をね、かけていく、みたいな形で、まあ、資金管理をしっかりね、していきましょうということで、よろしくお願いします。で、青いラインを超えていければね、かなりイーサリアムの相場感は、うん、良くなってくるんじゃないかなと、$4,600付近までの上昇は、ワンチャン普通に狙っていけるんじゃないかなということで、ここは意識をしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、次行きまーす。次はこちら行きます。行っちゃいます。皆様の大好きなアルツのアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。行きます。行っちゃいます。はい。BAT でございます。BAT。ベーシックアテンショントークンでございますけれども、ただいまの価格が$1.05付近をね、推移しているような形になっております。OK でございましょうか。で、この通貨に関しましては、もう見ていただいたらね、わかるかなと思いますけども、三尊を今作っているような状況になってますよね。ですから、この青いラインをね、実践として明確に下に割れたら、まあ、ヒゲまでちょっと加味すると、まあ、この$0.9まで引っ張れるかなと思うんですけども、まあ、$0.9を割れてしまうといいですか、日足レベルの長期の移動平均線も割れ込んでしまうような形になるので、ずるっとしたね落ちが待ってる可能性これあります。うん、$0.9割れてしまうと$0.66付近までの下落がおそらく想定はされますので、ここは注意をねしておきましょうということで、よろしくお願いしますよ。もう一回日足に戻ります。こういった形ですね。うん、長期の移動平均線がやっぱりなんだかんだ言って効いてくるかなとは思いますので、やっぱり$0.9割れてしまうと$0.66ぐらいまでのずる落ちっていうのがある可能性があります。ですからここは注意。ただ長期目線で見た場合はね、やっぱり今年いっぱいであるとか、まあ、長期目線で見た場合は、やっぱりほら、あちらですよ、ブレイブというね、検索エンジン結構使いやすいらしいので、まあ、私はね、あまり使ってないかな。ほら、バットが稼げるやつですよ、検索エンジンでね。それ調べていただいて、広告が全然載ってこないってやつ。で、あそこら辺がね、なんかこう使いやすいってやっぱ話でございますから、まあ、そこがね、どういった形で、まあ、今年仕上がっていくのかによって、やっぱりバットもね、影響を当然受けてくるでしょうというふうには、やっぱり思っております。だから、長期保有目的で行くんであれば、この 0.9 を割れ込んで 0.66 での分割、外いは推奨かなと、長期保有目的のね、分割外は推奨かなと思いますので、ここはよろしくお願いいたします。集めておきたかったなという方は$0.66ぐらいまで見ておいてもいいかも。っていう風にね、感じてる次第でございますよ。で、あとは、上がってくるんであればね、どうなのかって話なんですけど、これですよね。やっぱりね、今の状況であれば、日足のね、弱気雲が真上にズーンとね、存在してますから、ここを抜けてこないとね、なかなか強い上昇が待っていないでしょうし、三尊を否定するというところに入ってこないと思うんですよ。ですから、短期並びに FX で勝負するんであれば、まあ、$1.44付近、この雲の上端値を抜けていってからロングインをね、していけば、三尊否定からの勝ち上げっていうのが、やっぱりこう、史上最高値の2ドルを目指してね、ぐっと上がってくる。つまり、1枚あたり$0.5〜$0.6ぐらい。つまり、70円ぐらいですか、うん。それぐらいの利益がね、取れていけるんじゃないかなというところで、短期並びに FX 勢がロングインするんであれば、$1.44付近を超えていってから入っていくのが、一番安全なね、取引になるんじゃないかなということで、ここはよろしくお願いいたします。OK でございましょうか。まあ、それぐらいでございましょうかね。で、長期保有目的でもしずるっと落ちてきて、
まあここもありっちゃありなんですけどね。黄色いラン 0.9 ドル、うん、反発狙いで行くっていうのはありなんですけど、この青いランを割れ込むっていう事実、つまり三尊を成立させたっていう事実の方が結構大きいと思うので、結構戻ってこようにもレジスタンスかかって逆にずるっと落ちてくる可能性もこれあるので、だから戦略としたら一つありなんですよ。黄色いラインまで落ちてきた反発狙いで購入して、この 0.99 ドル、まあ1ドルですよね。この青いラインを目指して、まあ行く。で、ちゃんと利確をできる方であれば、まあ、ここの黄色いラインで短期並びに FX で握っていくのはありなんじゃないかなというふうに思っている次第ですけども、ここの細かいやり取りが嫌な方はね、やっぱりこの上を抜けていく。もしくは、下に落ちてきた時の 0.66 ドルで、反発狙いで購入していく。で、さっき言いました、初めに。ここは、長期保有目的の方も全然ありですよって言ったんですけど、購入してね、ぐーっと力強く上がってきたんであれば、ある程度利確を意識してもいいかもしれませんね。短期から、ごめんなさい、長期から短期にね、こう、まあ、意識的には移し、まあ、あるものは変わりませんから、意識として変えていくっていうのでも全然ありかなと思いますので、ここはね、まあ、臨機応変に対応していきましょうということで、よろしくお願いいたします。まあ、今は、とにかく三尊を成立させようとしておりますから、注意をね、しておいてください。よろしくお願いいたします。はい、次行きまーす。次は、かなり久々見ますか ?KNC、うん、カイバーネットワークですかね。こちらを見ていきたいと思います。これは、だいぶ前に、コインベースに上場したという通貨で、ニュースに上がってきておりましたよね。見ておきましょう。はい、カイバーネットワークでございますね。行きまーす。ごめんなさいね。はい、行きますよ。カイバーネットワークなんでございますけれども、ただいまの価格が、うん、1.5 ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、この通貨に関しましては、もう見ていただいたらね、まあわかるかなと思いますけれども、うん、まあちょっとここは抜けてるんですけど、どれぐらいでしょう。去年の6月あたりからもうずーっとね、レンジを作ってるんですよ。もう下は 1.1 ドル、上は 2.3 ドル、結構広いんですけど、まあレンジをね、作っているような状況になってます。下は下で 1.1 で硬いでしょ。上はもう 2.3 ドル付近で、もう1回、2回、3回、4回アタックして抜けられてないので、やっぱりこれはね、まあレンジでございましょうと。で、気になったのが、このね、ところどころ入ってくる、出来高のね、この増加がちょっと気になってたんですよ。ですから、こうね、今日興味は薄れてないと人々の、うん、でいうのがある。で、あとはそのさっき言ったレンジの今カタンチ付近にまだギリ、まあカタンチ付近とも言えないから、まあカタンチ付近でしょうかね、まだね、上ではないですもんね、にいますから、ある程度ちょっとこうね、玉を集めても面白いかもねっていうのは感じました。このカイバーネットワークに関しては何かのきっかけでバチッと上がってね、行く可能性もありますから、なんかこのわかりますよね、このなんか不自然な出来高の増加がポン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 出てきているので、これがちょっと何を意味しているのかちょっとわかりづらいんですけども、もしかしたらね、こうちょこ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 買い集めを行っている方々がいるんじゃないかなって感じもいたしますし、そこら辺をね考えると、何かしらのねアクションが、うん、出てくる可能性もありますから、まあそういった意味でね、まあレンジの片地付近にいるということで、気になる方は、今ぐらいからちょっと打診で入れてみる。で、レンジの片地に来た時、つまり 1.16 ドル付近に来たら、またまたね、現物で分割で購入していくみたいな形で玉を集めていくっていう形でね、見ておくのがいいのかなと。で、あとね、 RSI 値がまあ売られすぎの領域とかには入ってきてはいなかったので、まあそこが一つね気になるところ。あのレンジは基本的にレンジの片地に来た時に RSI 値と重ねてみて、レンジの下端値に来た時に RSI 値が売られすぎの領域に入っている場合はね、やっぱりロングチャンスで、逆にレンジの上端値に来て買われすぎの領域に入っているんであれば、逆にまあショートチャンスというところで意識はしておいていいかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いいたします。ですから、このレンジ内での値動きをある程度取っていくっていうのを意識するんであれば、今下端値付近ですから、まあロングチャンスですよねって話になりますので、ここはねよろしくお願いいたします。で、この 2.3 ドル上にブレイクしてくればね、やっぱり、史上最高値の 4.2 ドルとか3ドル付近をやっぱり目指してグッと上がってくるんでしょうけれども、やっぱそこまでね、ある程度期待感を持っていきたいなというふうに思っている次第でございます。レンジの上端値を抜けてから短期並びに FX で勝負しても面白いですから、やっぱりここでのレンジのもじもじが嫌な方はそっちで行きましょうか。トレンドについていく感じ、うん、レンジの上端値を抜ければ史上最高値を狙っていくような動きに入ってくるかなと思いますので、まあ、そこを狙っていく。逆にこのね黄色いレンジの下端値を下に割れ込んだら、やっぱりここの底を作っていますよね。ここ左側ここですよ。ドルベースでいくならば 0.7 ドルぐらいまでずるっとね、やっぱ落ちてくる可能性がありますから、ここはね、注意をしておきましょう。もしロングインでここ下端値まで来て入るんであれば、まあ、損切りをね、していくべきかなと。短期並びに FX 税はね、0.75 ドル付近まで落ちてくる可能性がありますので、ここは注意をお願いいたします。はい。まあ、それぐらいでございましょうかね。まあ、とにかくレンジ内を推移していますから、その下端値付近にいますので、ちょっと面白いかもね。で、出来高のこの不自然なね、増え方がちょっとね、何かしらあるかもね、っていうのは押さえておいてください。はい。次行きまーす。今日の最後ですね。今日の最後は、アトム、コスモスを見ていきましょう。行きます。行っちゃいます。
アトムなんでございますけれども、ただいまの価格が 39.3 ドル付近を推移しているような形になっております。で、この通貨に関しましてはいいですか、三角持ち合いを今ね作っているような形になっておりますから、三角持ち合いを作っていると。で、一旦ね、あの高値を結んだラインを、まあ、下落のねチャンネルをずっと描いていたんですけど、高値を結んだラインを超えていってからの、このね、ラインを逆にサポートして機能させてガチッと上がっていった。で、そこから今もじもじと三角持ち合いを作っているような状況で、出来高もぐーっとね、まあ、上がってきておりますので、まあ当然、いい様相でございましょう。で、4時間で見ていただいたらよりよくわかると思います。はい、三角持ち合いを作ってますから OK ですか。で、これが上に行くのか下に行くのかですよね。ここがやっぱり重要で、上にブレイクしていったらロングインをしていただいて、だいたい50ドル付近を、この幅ぐらいが上昇幅に基本的にはなるかなというふうに思いますので、50ドル付近を狙っていけるような形にはなるでしょう。ちょっと見ていきましょうか。34ドル付近から、44ドル付近だから10ドル幅ぐらいでの上昇が見ていけるかなと思いますので、50ドルを一旦のね利確ポイントとして設定しておくのはいいでしょう。この三角持ち合いや持ち合いをね上にブレイクしていったらでございますよ。で、逆に下に割り込んでしまったらね、この長期の移動平均線がある程度支えにはなってくれるかなというふうに思いますので、まあ30ドル付近までの下落、まあこっちもだいたい10ドル幅下落ですよね。ここは意識をしておきましょう。で、4時間足の長期を割り込んだら日足の長期がまた待ち構えてますから、ある程度そこが硬いね印象はあるんじゃないかなと。で、雲もやっぱり下にありますから、やっぱりこう落ちてきたとしてもある程度買い支えがね入ってこれるような形にはなっておりますから、そこはね、しっかりと様子を見ていきましょうということで、よろしくお願いいたしますよ。上にブレイクしたら50ドル、下に割れ込んだら31ドル付近を狙っていくような形にはなるでしょうから、ここは意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。まあね、次の上昇でアーテハーが、もうアーテハーはつけていましたよね。そうですね、つけていてからのさらなるね、史上最高値の値打ちを伸ばしていけるチャンスには入ってますので、アトムいい形でね仕上がっていくかもしれません。よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の第一部の配信は以上となります。そして行きましょう。チャンネル登録者様がなんといきますよ、なんと14,471名様に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様、本当にありがとうございます。皆様の高評価であるとか、あとはね、コメントとこちらがやっぱり要因で、おすすめには上がってきて欲しいなと上がってきているのかなというふうに思っている次第でございます。そして、ツイッター、私やっておりますけれども、ツイッターのね、フォローの方も、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。で、今日の第2部なんでございますけれども、今日はね、あちら、オールナイトビットマンをね、やっていこうかなと思いますので、今日の第2部は、お休みという形で、捉えておいてください。よろしくお願いいたします。オールナイトビットマンの方ね、第2部の代わりといたしますので、よろしくお願い。明日の朝、どっちかにしましょう。今日の第2部、ないしは明日の第1部、どっちかが、オールナイトビットマン代わりに入りますので、ここはね、よろしくお願いしたい次第でございますので、ぜひともご了承ください。お願いいたします。はい、それでは本日の第1部の配信は以上となります。それでは、皆様、今日の第2部があったら第2部、オールナイトビットマン、ないしは第1部で、お会いしましょう。それでは、日曜日、楽しい休日をお過ごしください。